久保さん。今回再生数0、再生数ゼロ。再生数ゼロにしましょうか。再生数ゼロの動画を作り続ける理由。再生数ゼロの動画を作り続ける理由。まあ今ですね、あの、ライブチャンネルっていう、僕はね、別チャンネルがあって、まあそこに限定動画をアップしてるんですけど、この前もライブチャンネル用の動画を60本くらい撮ったんですけど、まあ再生数ゼロなんですよ。でも60本撮ってるんですよ。 で、今、2000、今、トータルで2000、多分400ぐらいになったかな。これで8000回ぐらいまで、あの、行こうかなと思ってるんですね。8000回。つまり、まあ、あと50、僕が年齢50歳超え、60歳になる前までには8000回いくと思うんですけど、これタモリさんのいいともをね、超えるっていう、僕の中であるんですけど、どうですかね。再生数0の8000本取ったら。<laughs> まあ狂気地味でますよね <laughs>。だけど僕はね、ありがたいことにそれを武器として使えるんですよ。ね。あなたはできますかと。誰も見てないところで動画それだけ撮れますかと。逆に誰も見てないのね。これ言い方次第で武器になるって僕は思ってるんですけど、みんな再生数が上がるお金が稼げるからやるでしょと。僕はお金0円、再生数0でも8000回できます。どっちを信じますか。武器ですね。 いってらっしゃいって感じですね。<laughs> だからどうすかね見てないところでもやれる人間なのか、見てるところだけしか仕事しない人間なのか、どっち信用しますかもう一度見ますね。上司、上司の、上司がいます。で、上司がいるところだけペコペコしてね、仕事してね、上司が見てないところでね、サボってる,サボってる人間なのか、上司がいるところでもいないところでも、もう真剣に仕事してる人なのか、あなたは A さん、B さん、どっちを選びますかいってらっしゃい。